芸道は、中華民国の政治家、軍人、中華民国維新政府、南京国民政府の要人、自和平文、北京政府、暗記派の有力軍人であった、芸師中の老い。1913年、暗記特軍となった芸師中の下で、芸道は、長足塩部も焦燥曲装弁となる。1918年、法要関監督に任ぜられた。 1921年6月2日、芸道は学生でも武力で鎮圧したため、避難を浴びて失脚し、一時転身に撤去している。1924年11月、段気随が臨時出生として復権すると安記軍事前後特派員に任命された。1927年初頭に、朝総省が暗黒軍副総司令兼時家路連根軍総司令に、 なると、芸道は、自家のラ根軍予備軍軍長となった。しかし、自家のラ根軍が、中国国民党の北伐軍に敗北すると、芸は再び天津に逃げ込んで披居した。1937年、日中戦争が勃発すると、芸道は両王を取りし、陰南寺公、公ともむね、大友刀らと、密かに連絡を取り合い、新日政権樹立を拡作する。 翌年7月、暗記省地方維持会会長となる。11月、中華民国維新政府に参加して、暗記省省庁に任ぜられた。1940年3月、芸道はそのまま、王朝明の南京国民政府に参加し、9月、暗記省政府主席に改めて任ぜられている。1943年1月、 暗記省政府主席から暗記省庁に改めて任せられたが、同月中に辞任した。なお、1942年からは国民政府委員を務めている。日本敗北後、芸道は小解析の国民政府により、官官として逮捕された。中華人民共和国成立後の1952年3月、身柄を防府市に移送されている。5月10日、 防府市軍事管制委員会軍法どころにより、改めて、反国投げ敵の罪に問われて処刑された。去年74、ありがとうございます。